ぴょんぴょんぴょん、おはようございます。釣り子 TV です。本日のね動画はね、これレイドジャパンのですね、エグチャンク、これでねいいバスが釣れたよって、こういった動画なので、ぜひまずはこちらをご覧ください。よし、食ったよ。おお、いいサイズ、いいサイズ。おお、よっしゃ。はーい、エグチャンク来ましたよ。結構ね、長い。40ぐらいあるかな。はい、エグちゃん来ましたよ。綺麗なバスね。口のね、いいところにかかっております。ね、メロン真ん中に。もう、カエルかなんかだと思って食ったのかな。ね、エグちゃん。はい。じゃあね、こういった逃がしてあげます。何気にね、細いけど40センチぐらいはこれであるんだね。いやー、いい引きでした。で、タックルなんですけどね、この小さなフリーリグ、ね。本当ね、これ何グラムだろう、 0.9 とかなのかね。持ってる中で一番小さなね、このシンカーを入れてフリーにしていて、で、これが後ろからふわ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 ついていく、そんな感じの仕掛けでやっております。まあこの手がね、ベロンベロン動いてね、いい感じ。はーい、はい、というわけでね、釣り上げてみたらね、40ぐらいあったんですけども、なかなかね元気に引いてくれるバスで、そんでね、これエグチャンクね、はい、こんな感じのワームなんですけども、今回セッティングがですね、まあ、最近お気に入りで使ってるこんな感じのね、極小フリーリグね、このフリーリグにこうセットしてね、こんな感じで、で、ふわふわふわーって中層を泳がせてスイミングさしてきたら、グググググっていうね。で、そこで、ですね、この独特な平坦なボディがですね、手伝って、で、重りはこんな感じの軽いシンカーで組んでいるので、結構ね、止めると、ぐにゅ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 っていう感じ、こう、ペン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 って誘ってちょっと送って、そしたらふわーってね、これ水中動画の方でもね、この手とかがブレーキになってすごいグワーンってね落ちていくっていう、そういうイメージの動きしてくれるなっていうのがこのエグチャンクなんですけども、そこでそのふわふわ感をさらに出すために、フリーリグで、で重りも軽めにして、軽めにすることによってですね、結構ややこしいカバーの真上をこう中層スイミングさせてもですね、スタックしづらいね。で、いざ沈めてみても、この重りが下のややこしいところまで入り込んであんまりいかないので、やはりスタックしづらいっていうね、こういう組み合わせでやっているのと、あとね、
ここをですね、ラインがフロロカーボンのこれ20ポンドラインを使ってるんですけども、このね、フロロカーボンなんで沈んでいくんですけども、20ポンドっていうちょっと太めのゴワゴワな糸を使うことによって、さらに、丈夫にしつつこうふわーってね落とすっていうね、これが例えば12ポンドとか、まあ、14ポンドとかちょっと、細い番手のフロロカーボンラインだとスッて、もうちょっとスッていきそうなところを、このね、ゴワゴワの太めの20ポンドのフロロカーボンラインを使うことによって、より浅いところで浅いレンジを探りやすくするっていうね、こういうセッティングでね、やってみております。で、竿はね、これファンタジスタのレジスタの 70H っていうね、ジグストなんかで使ってる竿なんですけども、まあ、ここら辺がトルザイトリングなんかも使われていて感度もいいので、魚がピンピンピンってね、なんか引っ張った時なんかも即座に反応して、あとはこういうちょっと太い大きい番手のね、針とか糸使ってる時にガッとねフックセットを決めやすいってね、結構いいところにね針かかってたんですけども、こういった組み合わせ要素で使ってみて、エグチャンクこれすごい使いやすかったなっていうね。このワーム自体に自重があるんで、重りねほぼねこんな軽いあったかないかっていうね、こんな小さいサイズのフリーリグなんですけども、ボディの重さがあるんで、もう対岸ぐらいまでスコーンってねかっ飛んでくれて、結果その長い間中層を引くことができるっていうね、まあ、そこら辺でお気に入りのリールでいいと思うんですけども、このグラビアスの深溝スプール仕様なんかだと、この20ポンドのねゴワゴワの糸使っても本当糸が浮きづらいで、飛ばしやすいっていうのがあるんで、結果ね超過につながったっていうところなんで、まあ、ここら辺は自分のお好きなシマノとかダイワとかアブとかいろいろね、リールあると思いますんで、そこで使っていけばいいんじゃないかなと思うんですけども、自分の中だとジグストなんかでもずっともう体に馴染んでるんで、このグラビアスのこれ初期のモデルですね、ギア比 7.3:1 ってね、これの深溝スプールにちょっと太めのフロロカーボン入れる、これが糸が結果バックラッシュとかせずにね、使いやすいこういう組み合わせなんで、あといざね超巨大なのかかった時に、ドラグ性能とかもねすごいいいんで、信頼して使っております。というわけでね、本日の釣り工 TV はこんな感じの組み合わせ、エグチャンクに、フリーリグ、この感じでね、いいバスが釣れてって、こういった動画でした。はい、釣り工 TV でした。また会おうぜ。